ギブソンに詳しい増田さんが言ってたことは本当かどうかっていうのをこの後検証いたします。こんにちは、柴田です。今回は検証動画なんですけれども、ギブソンに詳しい増田さん、ギターをやってる方だったらね、皆さんご存知かと思います。某有名楽器店でギブソンのバイヤーをやっていて、今はですね埼玉でカフェをやってます。で、 YouTube をですね始められたということで、結構ね面白い動画を上げてるんですよ。まあ非常にためになるね、雑学みたいなことを動画にしてくれてて、もうギター界のね伊沢拓司とでも言いましょうか。非常に知識豊富で面白いんですけれども、その中でね僕が気になったこと、それをね検証していきたいなと思っておりましてですね、ちょっと最近このオービルのね SG を購入いたしました。 SG っていうのはね非常に軽いし、音作りもねレスポールとかよりもねやりやすくて、エフェクターのレビューとかはね本当ねちょうどいいんですよ。ギターの美味しいところがしっかり出てくれて、癖なくねエフェクトレビューができたりっていうところで非常に重宝してるんですけれども、難点というのがあって、まあ、SG ね持ったことがある人はわかると思うんですけれども、なんかねポジションがねこっちこっちなんですよ。このヘッド寄りなんですよ。それによってね立って弾くときにこのストラップをやるとヘッド落ちするんですよね。非常にバランスが悪い。これね何なのかなと思っててね、ここをねちょっと測ってみたんですよ。このテールピースの部分からこの一番下までこれ、ね、15.5cm ぐらい SG はあるんですけれども、レスポールはねこんな感じで 14cm ぐらい、 1cm 以上ねここの幅がね短いんですよ。だからね SG はねなんかこっちにいってる感じなので、ヘッド落ちねしちゃうと、これ構造上の問題じゃんと思っていたらですね、増田さんがなんとなんと SG はね歴史を知るとヘッド落ちを納得できるっていうねなんか話をしてたんですよ。というのもですね、まあ、その動画によると、もともと SG っていうのはアームがついている前提で作られていると。この形で1961年にリリースされた頃はですねアームがついていて、いつの間にか70年代初頭からこのストップテールピースのものが主流になってきて現在に至るということで、じゃあアーム付きの SG だったら本当にバランスがいいのか、じゃ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 ん、こちら千葉管楽器でお借りしてまいりました。エピフォンの SG でマエストロバイブローラーが付いております。このね長さがね必要だったから SG、 ここがねちょっとロングな感じになってるのかなと。通常の SG よりも重量感ありますが、まあ、300g か 400g ぐらいマシな感じですね。重量的にはそれぐらいの差なんですけれども、バランス感はね全然違います。やっぱねお尻がね随分重くなったなというふうな感じですね。これで本当にヘッド落ちしないのかどうか、ギブソンに詳しい増田さんが言ってたことは本当かどうかっていうのをこの後検証いたします。ストラップはこちらイエローハードでいきます。まずねオービルからいきましょうかね。このストラップねめちゃめちゃ滑ります。検証泣かせなストラップだと思います。マエストロバイブローラーなしのやついきますよ。そうこんな感じ。これでもね落ちづらいように、なんとですね私ここにねゴム貼っております。じゃじゃん、グリップゴム、これやってるんですよ。続いてマエストロバイブローラー付きエピフォンの方を試していきます。あーやっぱねバランスはいいね。ほい、お確かにもうこうやって持ってると全然違和感ないっすね。おおほう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 。では検証結果を発表いたします。まあご覧いただいた通りなんですけれども、このマエストロバイブローラーがつくことで一気にバランス感が良くなってます。増田さんが言ってることは正しかったと。ということでね、ちょっと音鳴らしてみましょうかね。ネックはね、若干スリムテイパー気味。もう辛
ラッとしてていい感じです。センターね、なんかね、柔らかい優しい、じゃちょっとドライブをね踏んで、プロバッカーいいな、というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。これはですね、エピフォンの2021年製、61年のね、SG を元にしているので、これがついてると。マエストロバイブローラー。で、それにパフ設計のプロバッカー2発と。これパワーもあってね、カラッとしてて、非常にいいピックアップだなと。で、ボディもネックもマホなんですけれども、トップはね、なんか張ってるんですよね。色がちょっと違うんですよ。ね、サイドとトップの色がちょっと違うんですけれど、これ中もね、マホはマホですね。まあ、ちょっとしたコストカットをしながら作られているのでしょう。まあ、ぜひですね、ヴィンテージスタイルのこの SG 見つけたらですね、ストラップで試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。